バーブ。バーブは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の9番艦。艦名は、コイカ、バルブス属の小型魚の総称バーブにちなむ。バーブは1941年6月7日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート車で、寄港、1942年4月2日に、チャールズ・エイダン少将夫人によって浸水し、 艦長ジョン・アール・ウォーターマン少佐、アナポリス1927年組の指揮下1942年7月8日に就役した。バーブの任務は1942年10月20日から1945年8月2日までの期間に及び、その間にバーブは太平洋戦線で7回、大西洋戦線で5回の合わせて12回の紹介を完了した。10月20日、バーブは 最初の紹介で北アフリカ沿岸部に向かった。バーブはこの紹介で11月8日から実施された北アフリカ侵攻作戦支援の偵察を行った。11月25日、バーブは36日間の行動を終えてスコットランドのに帰討した。12月16日、バーブは2回目の紹介でスペイン沿岸部に向かった。この紹介では 敵艦船の姿は見なかった。1943年1月18日、バーブは31日間の行動を終えて、ロスネースに帰島した。2月1日、バーブは3回目の紹介で、スペイン沿岸部に向かった。B5 近海で紹介したが、この紹介でも敵艦船の姿は見なかった。3月9日、バーブは37日間の行動を終えて、 ロスネースネに帰投した4月1日、バーブは4回目の紹介でノルウェーとアイスランド間の北海に向かった。しかし、この紹介でも攻撃の機会はなかった。5月14日、バーブは44日間の行動を終えて、ロスネースに帰投した。6月8日、バーブは5回目の紹介で大西洋に向かった。紹介期間中の7月1日に、 大西洋方面でのアメリカ潜水艦の作戦が終了。7月24日、バーブは41日間の行動を終えて、コネチカット州ニューロンドに帰島。翌7月25日から8月7日にかけて短期オーバーホールが行われた後、バーブは真珠湾に開港された。9月30日、バーブは6回目の紹介で、東、シナ海に向かった。 10月23日午後、バーブはの那覇の255度78回りの地点付近で発見した輸送船団を追っていたところ、97、式銃重爆撃機と判断された航空機を発見したため先行し、直後に爆撃を受けるが被害はなかった。11月9日午後には、の地点で、4隻の輸送船と4隻の護衛艦からなる輸送船団、 実際には6隻の輸送船と特設総海底台7リマル西太陽漁業297トンが護衛するた807船団を発見し翌11月10日朝にに至ったところで浮上攻撃により魚雷を4本発射して3本が爆発し8000トン級輸送船を撃沈して5500トン級輸送船を撃破したと報じたが実際には陸軍輸送船さんはぎる、 山下紀船5426トンに向かっていたバーブの魚雷は回避されていた。11月28日、バーブは53日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。メアアイランド海軍造船所に開港されオーバーホールに入った。オーバーホールを終えたバーブは1944年2月15日に真珠湾に到着した。3月2日。 バーブは7回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。3月28日朝、バーブはの沖の大東島南方で輸送船福成丸、副用、汽船、2219トンを発見する。しかし、観測した雰囲気から、旧シップではないかと判断したため慎重にことを進める。福成丸は何らかの理由で漂流していた。バーブは夜に入りに対して、 魚雷を三本発射して二本を命中させて撃死、最初の戦果を上げた。4月18日未明には、スティールヘッドと合同して、沖の大東島の見張り所に対して、艦砲射撃を行った。4月25日、バーブは55日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島し、バーブの艦長は、ユージーン B ・フラッキー少佐、アナポリス1935年組に変わった。バブは、 フラッキー艦長の指揮の下、アメリカ潜水艦の中でも、有数の記録を作っていくことになった。5月21日、バーブは8回目の紹介で、オホーツク海及び、シシマレット方面に向かった。5月31日、バーブはの地点で、ヘリングと合同し、付近に船団が通過する兆候が見られたので、2隻で、この船団を攻撃することとし、バーブは、 ヘリングと分離して攻撃地点に向かった。少し後の松輪島西北西70キロ地点でバーブが攻撃準備を行っている最中に爆雷の炸裂音を聴取した。これはヘリングが松輪島西方70回にて道東から小樽に向けて出港してきた船団を攻撃、解剖艦イシ手書きを撃沈したことを示す音であった。直後、バーブは 大型輸送船を発見して、魚雷を3本発射し、うち1本が、陸軍輸送船マドラス丸、南洋海運、3802トンに命中して、約4分で撃沈。夕刻には野良ショは島西北西42キロ地点で、特設運送船橋、東丸、三号汽船、1053トンに対して、魚雷を3本発射し、すべて命中して、今日東丸を撃沈した。 一連の攻撃を終えて、バーブが確認のために浮上すると、一人の日本人が漂流していたので救助し捕虜とした。この日本人は、石垣唯一の生存者とする書物もあるが、バーブの記録は、今日、東丸の生存者とする。この日の戦闘の後、バーブがヘディングの消息を知ることはなかった。バーブは、宗谷海峡方面に移動し、6月2日未明には、 千鳥型水雷艇に対して魚雷を3本発射したが命中しなかった。同日夜には、網走近海に進路を向け、機会あれば、網走に対して、艦砲射撃を行うことも予定されていた。実際、6月3日夕刻には、網走近海に到着したものの、網走から50マイル四方にある日本の7つの航空基地から影響を受けるだろうとの念から、 アバシリへの艦砲射撃は断念された。6月9日夜、エトロフ島近海を航行中のバーブは海底を探査中、急に浅瀬になって水深がわずか4ファゾム、107.3メートルしかない部分を発見し、大急ぎで舵を切り全速で行進を行った結果、座礁事故は免れた。6月11日昼にはの地点で、氷に囲まれた2隻のトロール船あるいはサンパンを、 発見して4インチで砲撃し、最初に氷を撃沈してから照準を訂正して、再度砲撃し、トロール船を撃沈した。その日の夜、バーブアのカラフト南東岸、東に岬東南東40キロ地点で、レーダーにより2つ目標を探知し、それぞれの目標に向けて、魚雷を3本ずつ、計6本発射。魚雷は、小樽に向けて航行中の二隻の輸送船、 東方水産、1160トンと、東天丸、日本海洋漁業、3830トンに、計3本命中させ、3本のうち2本は共に船尾に命中した。一隻は、早々に沈没したが、もう一隻は浮いており、バーブはさらに魚雷を3本発射して始末した。2日後の6月13日には、ノバラムシル島、西方37キロ地点で、 バラムシルトオカシワラから、駆逐艦初春の護衛のもとに、オタルに向かっていた、輸送船高島丸、日本郵船、5633トンを発見。バーブは21時30分過ぎに、艦尾発射艦に最後に残っていた、魚雷2本を高島丸に向けて発射して、うち1本が命中し、高島丸は23時7分に沈没した。高島丸は、 当時の日本が保有していた新鋭砕氷船のうちの一隻であった。7月9日、バーブは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月4日、バーブは9回目の紹介で、タニー、クイーンフィッシュとウルフバックエド、エスラデケイターズ、エドのインク消しを構成する尊強方面に向かった。8月31日未明、 クイーンフィッシュが輸送船団の発見を通報し、近くにいたパンパニとシーライオン及びグローラーからなるウルフバックベン、スバスターズ、ベンの退治人たちと連携して発見した輸送船団、25船団の迎撃に向かう。バーブはすぐには攻撃に移らず魚雷の爆発音やタンカーの沈没を観測していたが、明け方になって射程内に目標が入ってきた。バーブはの地点で、 大型輸送船と中型タンカーに向けて、巨雷を3本発射し、3つの爆発を確認して、大型輸送船撃沈、中型タンカー撃破と判定される。この朝方の攻撃で輸送船大国丸、内外汽船、5633トンを撃沈した。午後に入り、台湾の方角に逃走する1 5船団を追撃し、遊国になって9ノットで航行する2隻の、 小型輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を3本発射してすべて命中させて撃沈したと判定した。翌9月1日はレーダーで多くの航空機を探知し、有国になってタニーと会合をするが、タニーは航空機の攻撃で損傷したことを報告。タニーはエドのインク消しから除外された。残ったバーブとクイーンフィッシュは紹介を続行し、 最先人艦長であるフラッキー艦長がウルフバックを指揮した。この頃、第38任務部,部隊、マーク・ミッチャー中将が近いうちにフィリピン各地を爆撃する予定があったので、味方機が撃墜された。際のパイロットの救助任務も付与された。9月4日午前にはの地点でサンパンを、不上砲船で撃沈した。9月9日未明、クイーンフィッシュが玉25戦団を発見し、 バーブも二25戦乱に接近していく。クイーンフィッシュが2隻の輸送船、豊岡丸、カブラキキ船、7097トンと、満州丸、日本海、キ船、3054トンを撃沈する音を聴取した、あと、明け方近くになっての地点で、護衛艦に対して、魚雷を3本発するが、命中した様子はなかった。9月12日から13日にかけて、バーブは、 東佐島南方の海域で、弁の大事人たちと会合し、パンパニとカラヒ72戦団攻撃の件で、グログラーの働きが大きかったを聞かされる。翌9月14日未明にはの地点で2隻の千鳥型水雷艇を発見し、魚雷を3本ずつ、計6本発射したが命中せず、バーブは全速力で戦場から離れた。しかし、隻の千鳥型水雷艇が追撃を開始し、 バーブは、クイーンフィッシュと共に先行を余儀なくされた後、明け方になって、千鳥型水雷艇に対して逆に魚雷を2本、発射したが、命中しなかった。9月16日明け方、バーブとクイーンフィッシュは、地獄船輸送船学用丸、南洋海運、9418トンから脱出した、味方の捕虜を救援するよう命令を受け、全速力で現場に急行する。 しかし、夜に入って、クイーンフィッシュが非74戦団を探知し、被害の体制から非74戦団への攻撃を先に行うこととなった。クイーンフィッシュが先に攻撃を仕掛けていくつかの爆発を確認した後、バーブは浮上状態で23時前まで戦団の右側から接近した。日付変わって9月17日0時34分。 バーブは2隻のタンカーが1直線上に重なり合う、1から、艦首発射艦より魚雷を6本発射。この第一撃により、特設運送船、旧ユアズサマル、石原機船、122トント、ンと空母運用に、それぞれ2本ずつ命中し、アズサマルは大火災が発生した。運用は、アズサマルヒカみなりを見て、鳥火事に避けたものの、魚雷2本が、右げの機関室と、 舵取り室に命中、航行不能に陥った。バーブは高速で反転し、艦尾発射艦からの魚雷を発射しようとしたが、その時、バーブに気づいた、解剖艦一隻が広角砲と機銃を発射しつつ、バーブに突進。解剖艦は750ヤード、約686メートルにまで接近してきた。フラッキー艦長は、急速先行を加齢して深深たびに、機体、直後に、 解剖艦がバーブの真上を通過した。アズサマルは0時50分に沈没し、運用は応急修理を実施したものの浸水が甚だしく、7時30分頃についに沈没した。沈没位置は共にであった。攻撃後、バーブとクイーンフィッシュは本来の任務であった、捕虜救援任務に戻り、パンパニとシーライオンと共に漂流する多くの捕虜を救助した。10月3日、 バーブは59日間の行動を終えて、マジュロに帰還した。10月27日、バーブは10回目の紹介で、クイーンフィッシュ、ピクーダとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。11月10日3時40分、バーブはの古式島沖で、特設運送船五国丸、大阪商船、1438トンを発見する。国丸は、 駆逐艦橋の護衛のもとに、キールンを出港したが、響きぬ艦内で、赤痢患者が発生したため五国丸と分かれて、佐世保に急行し、以降は、単独航行となっていた。バーブは魚雷を三本発射し、五国丸に二本命中。その後、浮上して止めを刺そうとしたが、五国丸からの射撃を受け即座に先行し、さらに魚雷を三度にわたり一本ずつ発射して、命中させ、 五国丸を撃沈した。北部九州地区を爆撃する B-29 の援護を行った後、11月12日未明にはの地点でモマレ7戦弾を発見し、魚雷を3度にわたって2本ずつ計8本発射し、いくつかの命中を確認。明け方近くには魚雷をさらに3本発射し、そのうちの1本が輸送船なるお丸、山下機船。 四千八百二十三トンに命中し、砲弾に万発の誘爆で、南方軍警備部候補生、約四百九十名などと、もろともコッみじんとした。十一月十四日朝にはの地点で、三隻の三百トン級スクーナーを発見して、浮上砲戦で打ち沈めた。十一月十五日夜、バーブはの地点で、レーダーで目標を探知し、輸送船団だと思って接近してみると、 目標は、輸送船団ではなく、昇格型航空母艦と、応募式空母と4隻の駆逐艦であることが分かった。他の潜水艦に対して、接触報告を送信した後、魚雷を5本発射して1本が命中したようだと判断され、空母は本拠地に向けて高速で走り去った。11月17日に、もの長崎半島近海で2隻の戦闘級輸送船を発見し、 魚雷を2本発射したが命中しなかった。11月25日、バーブは30日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。12月19日、バーブは11回目の紹介で、クリーンフィッシュ、ピクーダとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。1945年1月1日、バーブはの地点で300トン級の監視艇を発見し、 クイーンフィッシュとピクーダが攻撃した後に砲撃で撃沈して1945年の初戦果とした。1月7日、バーブは台湾北西岸でモタ30戦断を探知し、クイーンフィッシュ、ピクーダと共に追跡を行う。翌1月8日、夕刻、バーブはの地点で巨雷を6本発射し、左に震度を取った直後に4つの命中音と3つの爆発を聴取。 この攻撃で輸送船達用丸、竜六千八6892トンが放沈した。バーブは一旦浮上し、レーダーで、モタ30船団、ピクーダ及びクイーンフィッシュの各々の位置を確認の後、ピクーダとクイーンフィッシュの攻撃に起因する爆発を確認しつつ、第二撃の体制を整え、21時頃には、大型輸送船に対して、魚雷を3本発射して3つの命中を確認する。 20分後には、第3撃で別の目標に対して、巨雷を3本発射し、これも3つの命中を確認した。ピクーダは21時の少し前と日付が1月9日に変わった、直後の2度攻撃を行って2隻の大型輸送船撃沈を報じ、クイーンフィッシュは20時過ぎから23時過ぎの間に、大型輸送船1万トン級タンカー及び、 駆逐艦に対して4度の攻撃を行ったが、魚雷を計16本発射して1万トン級タンカーに2本命中させただけというありさまで、フラッキー艦長は、クイーンフィッシュのチャールズ・イ、e、ーラフリン艦長、アナポリス1933年組の攻撃ぶりを、信じられないほど下手な魚発射と評した。達用丸の他、21時前に魚雷が3本命中して沈没した輸送船安用丸。 南洋海運、9256トンと、魚雷が一本命中した後漂流して、1月9日、明け方に沈没したタンカー山陽丸、浅野山、2854トン、被弾損傷した、輸送船名砲丸、明治海運、2857トンが、バーブの戦果として認定された。フラッキー艦長に国評された、クイーンフィッシュも、海軍長用タンカーマンジュ丸、 日本輸送船6515トンに魚雷を命中させて同船を座礁放棄に追い込んでおりピクーダは輸送船ラツマル大連機船5462トンに魚雷を命中させて損傷を与えていいタンカー彦島丸、マル三菱機船2854トンはバーブピクーダ クイーンフィッシュの共同戦果となっているが、彦島丸は合計二十六本もの魚雷を回避した末に、通り、大空湾の海岸に座礁し全村となったので、被弾はなかった。一月二十二日深夜から一月二十三日早朝にかけて、バーブはの復讐北東の旋回で、火白中の元十二戦乱に接近。バーブは、浮上状態で魚雷を四本発射し、 反転して、さらに魚雷を4本発射。魚雷は輸送船大安島ある大阪商船5244トンに3本が命中主撃沈。バーブは、機雷の付設された水域を浮上したまま高速で後退した。バーブの白地攻撃は4隻の輸送船を撃沈したと判断された。この戦火により、フラッキー艦長は名誉勲章を受章し、バーブは、 主君部大賞を受賞した。1月29日朝、バーブアの地点で、ピクーダと共に、元33戦団に対して攻撃を行い、魚雷を4本発射して1本の命中と判断されるが、詳しい結果はわからなかった。ピクーダは、陸軍輸送船くらい、ドマル、南洋海運、5497トンを撃沈した。 2月15日、バーブは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。このオーバーホール中、バーブに5インチロケット弾が搭載できる、マーク51型ロケットランチャー6機が装備された。このロケット弾は1聖車で12発発射でき、最大射程は4800メートルだった。 ランチャー自体も着脱自在なように、甲板に留め具が装備されていた。バーブはこのロケット弾を100発搭載する予定だったが、実際には72発しか搭載せず、真珠湾に向かった。6月8日、バーブは12回目の紹介で、オホーツク海方面に向かった。この頃には、日本には、寝ぼしい船舶がほとんどなかったが、バーブは、哨戒海域で大いに暴れた。 6月21日未明、バーブはのシリ島北西海域で2隻の100トン級を発見し、5インチ砲と40ミリ機関砲、37ミリ機銃の射撃で撃沈。6月22日未明、バーブは北海道シャリ沖に浮上。最大射程である4700ヤード、約4300メートルの距離からシャリの市外に向けてロケット弾12発発射した。攻撃後、 バーブは、カラフト方面に進路を向けた。翌6月23日、バーブはの地点で150トン級木造スクーナー、あるいは大型トロール船を砲撃で撃沈し、一人の捕虜を得た。6月26日、バーブはの地点で3隻の輸送船を中心とする輸送船団を発見するが、護衛が、正月型駆逐艦1隻、解剖艦2隻。 国艇底2隻と厳重で、新深,深度に、先行の上、秘密兵器のマーク28型誘導魚雷を1本、発射したが、命中しなかった。6月29日午後には、の地点で、正月が宅地区間外護衛する輸送船団に対して、魚雷を3本発射し、爆雷攻撃を避けて、もう3本発射、さらにマーク28型誘導魚雷を2本発射したが、 いずれの攻撃も成功しなかった。7月2日朝5時30分ごろ、バーブは海氷島の西岸沖に浮上した。海氷島には日本海軍の見張り所やレーダーアンテナなどが設置されており、バーブは海氷島にわずか1000メートルにまで接近して10時ごろまで3度に渡って5インチ砲と機銃で艦砲射撃を行い、倉庫や見張り所、灯台などをことごとく破壊した。 7月3日1時40分頃には、シスカ町沖に出現し、約3700メートルの沖から、ロケット弾攻撃を2度にわたり、約10分間行った。昼頃には、の地点で1000トン級円岩輸送船を発見し、を1本発射して命中させ、目標の撃沈を報じた。7月5日朝、バーブは、アニワ湾に侵入して行った。湾内には、鉄道連絡船、ラガー、 トロール船及び護衛艦などの目標がいたが、リバティ船のような輸送船が発見され目標はそちらに移された。そのリバティ船のような輸送船がソビエト連邦席でないことを確認した後の地点で魚雷をまず3本発射し、反転してさらに2本発射。1本が海岸に命中して爆発し、他の魚雷のうち1本が停泊中の輸送船、第11札幌丸。 大阪商船2821トンに命中し、同船を V 字にへし折り合沈させた。7月8日、夕国、バーブワの境浜村沖に浮上し、9ノットで航行する75トンキューラガーを砲撃で撃沈した後、第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将の支援を行うため、根室海峡方面に移動だ。7月10日、午前、 バーブはの地点で2隻の小型沿岸輸送船を発見して魚雷を3本発射したが1本が海岸に命中して爆発した以外は何事も起こらなかった7月11日朝にモノ地点で50トン級ディーゼル3パンを発見し5インチ砲と40ミリ機関砲の射撃で沈めた7月13日から15日までハボマイ群島を経由してアッケシクシロ方面で 支援任務を行った後、再び、宗谷海峡方面に移動した。7月18日11時過ぎには、バーブはの西の鳥を岬沖で、護衛付きで、大泊に向けて航行中の地泊連絡船宗谷丸、鉄道省、3593トンと護衛艦を発見し、バーブは、護衛艦に対して、巨雷を2本、宗谷丸に対して、巨雷を3本発射し、 一本は陸地に当たり、別の一本は、宗谷丸の横に入り込んできた第112号解剖艦に命中。第112号解剖艦は、爆発が収まると艦首の身を、海面上に突き立てて沈没していた。この後、バーブの乗組員は、フラッキー艦長から大胆なプランを披露された。鉄道爆破のための主眼部隊を上陸させるというので、 ある。攻撃時間はおよそ30分と定められ、7月22日の夜も更けた頃、ウィリアム・エム・ウォーカー中尉以下8名の志願部隊は、バーブを離れての陸地に上陸し、カラフト東線の線路に爆薬を設置。志願部隊は無事バーブに戻ってきた。爆破は成功し、150名の乗客もろとも16両編成の列車を吹き飛ばしたと判断された。 バーブからもこの光景を確認することができ、バーブのフラッキー艦長は、美しい光景へと、戦時日誌に書いた。7月24日深夜から翌25日未明にかけて、バーブは、千鳥町と元パク村か四方目標に、ロケット弾を発射し、可燃物のある建物に命中したらしく爆発が確認され、相当なダメージを与えたと判断された。火がってからは、 北知床半島にある三江村沖に浮上し、11時35分頃から約30分間に渡って、市街と三藩軍に対して60発の砲弾を浴びせ、50トン級、三藩4隻と100トン級、三藩1隻を撃沈した。7月26日午後にはの国尻島の西岸にある巨村沖に現れ、所在の35隻の三藩や倉庫、工場に、 艦砲射撃を行いことごとく炎上させ、他に百トン級トロール船一隻を沈める。バーブは悠々と引き上げていった時には、巨村は、もうもうたる黒煙に包まれていた。バーブは、クナッシリ水道を通過して、ミッドウェイ島に進路を向けた。8月2日、バーブは54日間の紹介を終えて、ミッドウェイ島に帰島。バーブは、この紹介での功績で、 海軍主君部隊賞を受賞した。戦争が終了するとバーブは帰国し、コネチカット州ニューロンドンで1946年3月9日に予備役となり、1947年2月12日に退役する。1951年12月3日に、バーブは最終駅主大西洋艦隊に配属、フロリダ州キーウェストを拠点として活動する。 1954年2月5日に予備役となり、潜水艦水力増強計画に従って、回収転換が行われた。1954年8月3日に最終益し、12月13日まで大西洋艦隊で活動した後退役、相互防衛援助計画の元のイタリア海軍へ、太陽さ、イタリア海軍でエンリコタツオオリエと改名された。バーブの船体は、 最終的に1972年にスクラップとしておよそ10万ドルで売却された。バーブのフラッキー元艦長は乗組員はこのことを知っており、彼らは博物館船とするためにその後部を帰り、アメリカへ持ってくるだろうと述べた。1944年3月から1945年8月までの7度の紹介でバーブは公式に17隻の敵艦艇を沈めた。また、 その総トン数は96,628トンであり、これは第二次世界大戦中のアメリカ潜水艦が挙げた戦果としては番目のものであった。バーブは第二次世界大戦の先行で主君部大賞及び8個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。